大きな拍手でお迎えください。バービーが出始めた頃、私もちょうど若い、まだ10代でしたから、はい、バービーの着てるお人形がお洋服、羨ましくて、とにかくああいったバービーが着てるお洋服をなんとか作ってほしいと母に頼んで、似たようなスカートヒヤヒヤしたりとか、いろんなプリントのとか、そういうのを作ってもらったりしました。おーというような、ものすごくよくできてるんです。これは頭はもちろん玉ねぎなんですけど、玉ねぎ頭の中でも特に上手にできてるんでびっくりしました。どうやって研究したのかなと思うぐらい、私のやっているのと同じようなやり方で頭ができていて、それで私ニューヨークにいました時にはいつも着物を着て振り袖着てたんですね。写真も残ってますけど、それと同じように作ってくださったんですって。本日はいちごのホイップをふんだんに使用しましたカラフルなパンケーキ、ミニケーキとカプチーノのセット、ピンク色のホワイトソースが可愛らしいピンクオムライス、そしていちごミルクドリンクと可愛らしい全4メニューをご用意しました。こちらはバービーデビュー60周年インスパイリングガールズ since 1959を記念した限定ドールの60周年アニバーサリーバービーを国内におきまして東京スカイツリーが先行販売いたします。元気でいていただきたいと思います。それからやっぱり自分のことをダメだななんて絶対に思わないことですよね。どんな人にも必ずいいとこがあるんだから、そのいいとこを早く見つけて、あとは誰かが見つけてくれるかもしれないから、そういうの見つけてもらったらそれを伸ばすように、自分で自信を持って生きていくっていうことが大事だと思います。 Since 1959, Barbie has become an international icon and muse. Today, she continues to sparkimagination, encourages play, and also influences conversations around the world. Through her famous collaborations and partnerships, and her career choices, to her fashion choices, Barbie is a mirror and reflection of the times.